指導役は県立横浜栄の坪内博先生が務めます。中学時代は吹奏楽部でトロンボーンを担当していた栗原さん、県高校野球連盟の理事も務めるお父さんの影響で小さい頃から身近にあった高校野球が好きだったといいます。2年生の夏からは保土ヶ谷球場の場内アナウンスも担当していて、リハーサルでも同等選手た姿で練習を重ねていました。お母さんもお嬢さんもね、はい、ご覧になってますね。スタンドの皆さんに聞き取りやすく笑顔を絶やさず司会を務めたいと声を弾ませていました。さあ、2014年高校野球神奈川大会の開会式が始まります。ただいまから第96回全国高等学校野球選手権神奈川大会の開会式を挙行いたします。入場行進が始まります。選手たちの入場に先立ちまして、まずは旗が場内に入ってきます。旗を持つのは県立小学高校応援委員会チアリーダーの皆さんです。普段は野球部の応援や文化祭のためにダンスなどを披露しています。学校では野球部と同じグラウンドで練習をしてきたといいます。まず自分たちが入場行進の先頭を切るので、笑顔で息の合った行進をしたいと夢を語ってくれました。先頭役は県立小学高校の川村康史先生です。こっちは代表の荒井智恵さん、猪木彌彦さん、市川雅子さん、大木直さん、石田真紀さん、斉藤一さんの6名です。開会旗は須藤しおりさん、吉野美里さん、長田久留美さん、以上3名。そして高校野球連盟も地球誕生を大切にします。市川明美さん、鈴木美優さん、吉本真美さん、上堀由紀さん、そして東日本大震災から3年、復興を目指す日本へのエールを発信します。西橋明子さん、長谷川桃子さん、稲垣凛美さん、上野七海さん、長崎美波さん、そして真矢エリザベスソンさんです。開会式もここで行われました。
横浜高校の松崎キャプテンによる選手宣誓や、去年夏の甲子園で優勝した前橋育英高校によって新婦の大優勝旗もお披露目されました。7年ぶりの地元開催となった甲子の大会では、神奈川からは県大会の結果により神奈川1位の横浜、2位の甲状、3位の慶応、4位の東海大相模の4校が出場。県勢に期待が高まる中、横浜、慶応、東海大相模の3校は初戦敗退となりましたが、それでも唯一初戦突破を果たした甲状が見せましたよね。すごい戦いでしたね。機動力を生かした攻めとエース高橋を中心とした守りで大躍進。サヨナラ勝ちで関東初勝利を挙げた勢いそのままに、準々決勝では東京1位の成立学園、準決勝では選抜甲子園ベスト4の栃木県佐野日大を撃破し決勝進出。最後は山梨学院大附属に敗れましたが、堂々の関東準優勝を果たしました。この今週それぞれの思いがスタジアム全体を独特の雰囲気に包んでいます。優勝のインタビューに応えたいという平山キャプテン、自分が大会の最初と最後を締めたいと力強く目標を語りました。